四本懲戒請求書というのでは極めて簡単な2つの懲戒事由が書かれているというだけです。まず2243,963円の建て替え払い請求、それから費用が多すぎる、第三者に不当な支払いがあると、こういう懲戒請求だけです。これに対して右側川弁護士会は大体6つの事由を付言して、懲戒遺産の不当遺産逸があるということで懲戒事由としました。それに対してその一々について全部詳細に反論しておりおるのが異議申し立て書です。それが前段の部分、それから後段の部分で嫌がらせ訴訟による弁護士としての品位を失う非行ということですが、これは四本請求書にはありません。ところが香川県弁護士は四本に対する訴訟は嫌がらせ訴訟で懲戒事由になる、それから改名時に対しての訴訟、改名時からの逆に訴訟も嫌がらせ訴訟であるということを言っております。これに対しても詳細に反論しております。特にこの嫌がらせ訴訟による弁護士としての品位を失う非行というのは、これは懲戒請求書、四本の懲戒請求書自体にはない事由でありまして、こういうのを不告不利の原則、訴えてないのに それを理由に懲戒請求をすると、こういうことは許されたことではありません。そういうことをあえてやってる、そういうことで真ん中の欄のこの香川県弁護士懲戒請求書というこういうことで懲戒をしようとするんなら、まず四本にこういうあなたの言いたいことはこういうことですかということを尋ねて、四本がはいそういうことですと言ったら、それに対して今度は私に対して四本はこういうことで懲戒請求をしているのであなたの反論を聞きたいということで、さらに私の反論を求めてくる、これが適正手続きと言われている手続きです。何よりも四本がこういうことで懲戒請求してるんだということ を四本に確認した上で、それを私にその答弁を求めてくるという手続きをしなきゃならないのに、それをしてないと、こういうことで適正手続きを非常に欠いてるということです。それから最初に日付を挙げましたように、四本が懲戒請求をしたのが平成24年12月18日、香川県弁護士会が懲戒をしたのが今年の8月16日、3年8ヶ月も経ってます。わずかこの2つの理由を審査するのに3年8ヶ月なんでこんなにかかったのかということがおかしいんじゃないかと、香川県弁護士会は自分の意思で懲戒をしているのか、それともどっかから の指示に基づいて動いているのかということを疑わしめるようなことです。それから四本が嫌がらせ訴訟なんかを申し立ててないのに、香川県弁護士会が勝手にでっち上げていると、こういうようなこともおかしいじゃないですかと。